三好両母参考地廃所新小山古墳は奈良県北葛城郡高梁町赤部にある古墳。形状は前方公園墳、馬見古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により三好両母参考地として両母参考地に事情されている。区内庁が三好両母参考地として管理しているため一般市民は立ち入ることはできない。 南北総行の低位給料から東へ派生する小子給を利用して築造をされている。墳宮の主軸は概ね東西にあり、両首レブに作り出しが存在する。その形態は須山古墳のものに似ている。堀の幅は公園部で18メートル、前方部で22メートルほどである。外包みは水田、畑の軽半として残っており、幅約20メートル前後。 高さは3メートル以上あったと考えられる。噴球内に埴輪列が存在することが確かめられている。またこの古墳の出土遺物として、宮内町にマガ玉、クダ玉、ナツメ玉などが所蔵されている。採集された方形スカシとあり黒縁の遠藤埴輪から5世紀前半の築造と考えられる。うまみ古墳群中央群では最後の大型前方公園墳である。 公園部西川には、主軸を同じくする、ホタテ貝形古墳の三吉静塚古墳が、外日下げに接して作られている。空中写真国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、古墳大きさランキング。ABCD 川上邦彦、山和桂木野の大古墳群、うまみ古墳群、シリーズ、遺跡を学ぶ A26。 新泉社、2006年、大和の古墳七7 3ページ、三吉石塚古墳、新小山古墳一図、高梁町、2017年12月25日閲覧、ありがとうございます。